アップルの新型機種 iPhone4S。 ハードウェア、ソフトウェアとも着実な進化を遂げました。日本ではソフトバンクに加え KDDI の au からも販売されるということで、 Android など他の陣営や端末メーカー、通信事業者を巻き込み、スマートフォン市場の競争がさらに激化する見込みです。今回スタジオには週刊スキー副編集長の伊藤保さんにお越しいただいています。ではまず最初に、以前の機種 iPhone4 から変わった点というのはどういったところでしょうか。実はこれ形があまり変わっていなくてですね、中身が大きく進化しているというのがポイントです。で、一つはカメラ機能の性能のアップ、でそれから CPU については iPad2 に対応されているものと同じ、Apple A5 という新しい、デュアルコア CPU の搭載というのがポイントです。どちらかというとですね、ソフトの部分のアップデートが大きいんじゃないかなと、iOS という、iPhone、iPad、iPod Touch で使われている OS なんですけれども、今年の春すでに iOS 5 という、ものがアナウンスされていて、それがいよいよ乗ってきたということなんですね。でこれの目玉の機能は、いくつかあるんですけれども、僕が注目しているのは、iCloud という Apple のクラウドサービスとの連携なんですね。どういうものかというと、iPhone で写真撮ったりとか、パソコンの中にドキュメントが文書とかがあったりとか、カレンダーの情報なんかあるわけですけれども、これがですね、ほとんど無意識にクラウドと同期しちゃうということなんですね。意欲的な新機能がいろいろあるんですけれども、いくつかの機能が日本ではまだ利用できないということになっています。例えば iTunes の音楽同期機能ですとか、それから Siri と呼ばれている、音声認識による、音声アシスタント機能ですね。なんか言葉で、言うと、ほぼ iPhone の全ての操作が音声でできちゃう、で海外は結構音声系の携帯のサービスって多いんですよ。なんで意外に注目されてるんですね、これは。もう一つ日本での大きなトピックとしては、ソフトバンクに加え au からも販売が開始されたということなんですが、それに関してはどうお考えでしょうか。それぞれのアピールポイントなんですけども、まずソフトバンクについては新方式の高速通信に対応しているということが特徴になっています。それから一方の au ですが、こちらは回線品質の高さをアピールしています。これはソフトバンクと au 間のユーザーの取り合いということになるんでしょうか。そういった面もあるんですけれども、Apple の発表によるとですね、最初の1日だけで世界で100万台の予約が殺到したというような発表があるんですね。で、これはそもそもスマートフォンの市場自体が急速に巨大化しているというところが背景にあるというふうに見るべきじゃないかと思います。こういうふうにですね、ソフトバンクと、au の2社から iPhone が出るようになったと。この2社はね、Android ももちろん売るんですけれども、最大キャリアのね、NTT ドコモは今のところ Android 中心で押そうとしてますけれども、実はスマートフォンとしては Windows Phone というのも出てきててですね、その2つ両方張っていく方がいいかもしれないし、これから日本のスマートフォン市場、かなり変わってくるんじゃないですかね。